桜の花がちらほらと咲き始める頃、無人駅の改札口を通り抜け、誰もいないホームのベンチに座り、まばらに咲いた桜の木を見つめていた。やがて二両編成のディーゼルカーが、早く乗れよと言わんばかりに、けたたましく警笛を鳴らしながら、僕しかいないホームに滑り込んできた。もう引き返せない、ふるさとには何の未練もないけど、母の姿が目に浮かぶ。志もないまま、ふるさと後にした。紙袋には今朝早く母が取ってきた野菜と、心ばかしの小遣いと手作り弁当。窓の外には春の柔らかな日差し浴びて、キラキラと輝く瀬戸の海、海岸沿いの桜並木には、早く咲こうともがくつぼみたち。もう引き返せない、ふるさとには何の未練もないけど、母の姿が後にした。もう引き返せない、ふるさとには何の未練もないけど、